三谷石州古墳は、香川県高松市三谷町にある古墳。形状は、前方後円墳。高松市指定史跡に指定されている。高松市街地から南方、高松平野南部の尾根城に位置する古墳である。古墳北側には、溜池が隣接する。墳形は、前方後円形で、前方部を南西方に向ける。墳球は、後円部が二段築生。 前方部が一段築成。噴球長は88メートルを測るが、これは香川県内の全古墳では第4位、香川県内の前方公園墳では第3位の規模で、高松平野では最大規模になる。噴球周囲には縦型の木壇場施設が巡らされている。主体部の埋葬施設は明らかでないが、施設内部に据えられていた栗抜き式の船型石棺の筆味が、 現在では、公園部中央に露出する。石棺形式などより、築造年代は古墳時代中期初頭頃と推定される。古墳域は2014年に高松市指定史跡に指定されている。古墳の規模は次の通り。公園部の栗抜き式船型石棺埋葬施設に関する詳細は明らかでないが、現在は公園部中央に、 栗抜き式の船型石棺の棺気が露出しており、施設内部にこの石棺が据えられていたことが知られる。石棺の石材は国分寺町足の山山で、長さ3メートル、幅0.76メートルを測る。石棺内面には遠いに石枕が形成され、外面には足側に縄掛け突起が形成されている。注釈出典。ありがとうございます。